お、バイクショップ寄ってみましょう。春日町平松のバイクショップへ寄ってみたいと思います。なんか店頭にね、たくさんバイクが並んでおります。ね、バイク屋さんちょっと寄ってみたいと思います。今日はね、お休みの日なので。こんにちは。あ、おはようございます。バイクショップちょっとね、中見せてください。あ、どうぞ。なんかいろいろ変わったありますね。散らかってますけど。いやいや、面白いのが。あ、これまた昔懐かしいモンキーですね、バイクね。はい。もうここのお店は昔からありますけど、もうだいぶ長いですか？そうですね、父親がしてくれてた時からだと、もう22年ほど経つと思います。なるほど、はい、なかなか道路をね、通るんですけど中は寄ったことなかったんですけど。そうですね、ね、急に見せていただきましてありがとうございます。初めての方もあるかと思いますのでね、ちょっとお店の中をぐるっと、あ、掃除してないわと言われそう。そうですね、今めちゃくちゃ散らかってるんで。こっちが、こっちで作業されているわけですね。そうですね、そちらが整備場になってますね。あ、なんかちょっと中途半端な分解した台車がねたくさんありますが、これ部品待ちっていうことですかね。そうですね、作業待ちだとか、うん、まあ、ほとんど部品待ちですね。はい、あ、はい、すごいでかいバイクばっかりにありますね。そうそう、ここのお店来ると、まあ、バイクはどこのメーカーのんでも、まあ、基本的には、国内のメーカーであればほとんど触れます。で、海外メーカーに関しては、はい、高年式の車両ですと、まあ、ディーラーさんじゃないと、うん、コンピューター関係で今ちょっと触れないよっていうのがあったりしますんで。あ、最近の単車も備えになってるの。そうなんですよ。ですから、まあ、車種によってはお断りをしてることも稀にはありますけど。へえ、まあ、ほな古いバイクやったら、まあ、そうですね、大概まあ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 、まあ、そんなややこしい気がする。そうですね、まあまあ一般の車両であれば、まあほとんど作業はできますね。へえ、はい、なるほど。これまた楽しみな店ですね。これ別に買う気なかってもブラッと話しに来ても大丈夫ですか？それは大丈夫です。はい、貸し寄ってもらえたらと思います。はい、ね、ちょっとお店の中、いや、いろいろ面白いものがね置いてありますね。バイク好きにはなんかたまらんっていう感じですね。はい、どうも今日は店長さんありがとうございました。ありがとうございます。